第2木曜日のこの時間は岡山市長の大森ラジオのコーナーです。今朝も大森正夫岡山市長にお電話つながっています。大森市長おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、さて今回のテーマなんですが、幕末岡山藩藩主は最後の将軍徳川慶喜の弟です。前回に続き、はい、幕末の岡山がテーマということなんですけれども、江戸時代岡山を治めていたのは池田家でしたよね。そのお殿様が江戸幕府最後の将軍徳川慶喜の弟ということはすごく驚きです。そうですか。はい、結構有名な話ですよ。あ、そうなんですね。あの池田持政という方なんですけどね、はい、実はね、徳川慶喜十五代将軍の慶喜の、はい、兄弟はね、他にもね多くの藩で藩主になってるんです。例えば今のお隣の県のね、はい、池田家の鳥取藩も、はい、その一つで、今度は慶喜公のお兄さんが藩主を務めていました。はい、あの川田さんは水戸光圀公ってご存知ですか。はい、徳川光圀、水戸のご意見番とよく、ね、通称言われてる、はい、うん、水戸光圀公がね、はい、尊王論ね、はい、それを提唱したんですよ。はい、これはどういうことかっていうとね、もちろん水戸っていうのは御三家の一つ、はい、で、非常に徳川幕府そのものとももう近いっていうか一体の関係にあるんですけども、はい、幕府がね、天皇皇室を敬うことができれば、うん、敬えば各大名もね幕府を敬うようになる、そういう意味での天皇の中心なんですよ。だから、はい、世の中がうまくいくには天皇があって幕府があって大名があってまたその下には武士がいると、そういう構造でね尊王論っていうのを、はい、提唱したんですが、はい、多くいくつかの藩はね、それに賛同したんですけれども、はい、岡山藩もそういう空気になってたんですよね。持政公を養子として迎え入れたわけであります。なるほど。ということはその岡山藩も天皇中心の政治を目指しているっていうことになるんですか。そうですね、当時の幕末っていうのはね、まあ、江戸時代のエネルギーがどん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 この発散しようとして、はい、一つの枠の中では収まらなくなっている、そういうなんか空気感があったんじゃないでしょうかね。これは想像ですけど、はい、したがってね、公家もよく名前聞いたことあると思うんですが、三条実美とかね、はい、岩倉智美とかね、もう多くのこの公家が朝廷中心の政治を作ろうということで動いたんですよ。はい、で同じようにね、池田家と親戚に一条家ってあるんですね、五石家の一つ。あ、はい、うん、この一条家も岡山藩と組んで主導権を取ろうとしたんですね。ただ、そういう意味ではただって言いますかね、そういうことがあって、はい、その一条家たちのこの公家の推薦でね実現した藩主が持政なんです。でその時大政奉還の話を、前回させてもらったと思いますが、はい、その時に牧野権六郎っていう名前を出させてもらいましたけど、そうですね、はい、彼がね相当尽力したようですね。そうなんですね。はい、では岡山藩が幕末の歴史をリードする可能性もあったということになるんですか。そうですね、うん、牧野権六郎の、まあ、大政奉還の話はこの前言いましたけども、はい、この持政が藩主になるちょっとなった後の話ではあるんですけども、ただねやはり岡山藩もこのままじゃダメだっていう空気があったんでしょうね。したがって、まあ、一条家と連絡を取り合いながらなんとか新しい時代をリードしようということをやってたようですね。したがって岡山が当時の池田藩が大きな役割を果たしたという
こともありえたんじゃないかなと思ってます。そうですよね。でここまで伺うと、その後池田持政がどうなったのか、そのあたりも気になっていくんですが、その後はどうなったんですか？そうなんですよ。そこでね、なんといっても、お兄さんの慶喜公が、15代幕府の最後の将軍になってしまうんですね。はい。となると岡山藩は外からどう見られます？要は尊王論の考えに基づいて動いているのか、それとも幕府がのトップが持政公のお兄さんなんですから、はい、幕府側につくんではないかっていうふうに、見られることになってくるんですね。そうですね。そこでね、やっぱりその牧野権六郎らも、これはちょっとやりにくいなと思ったんじゃないでしょうか。確かにそういう、 こう周りからの視線とかを考えるとちょっとやりにくさっていうところも出てきてしまいますよね。ですよね。でそのお兄さんが将軍になったことで、その藩主の座が危うくなったっていうこともあるんですか？そうですね。やっぱり朝廷側につくのか、それとも幕府側につくのか、周りから見るとちょっと分かんなくなってますから。そうですね。それはね、持ちましたこうじゃあちょっとまずいかなっていうことで結局、引退しちゃうんですね。持ちまさは、で持ちまさこの引退もこれここはねよく分かってないんですけれども、結構過激に、若い藩士たちがなかなか持ちまさ公がやめようって言わないから、大砲を撃ってね引退を促したっていう、そういう説もあるんですね。そうなんですか。なんかこう藩の侍が藩主を威嚇して大砲を撃つっていうことが許されることなんですか？いや許されないでしょうね。そうですよね。本当にね、私は本当かなと、川田さんも思われると思うんですけど、ただねその時のエネルギーっていうのは、このやっぱり江戸時代の、200年以上ずっとねやっぱり一つの枠で中共っていう、形の中で押さえつけられた、エネルギーがどん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 商品経済も発達してね、ちょっとこのままじゃいけないねって、それで外国がどん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 動いてるじゃないですか、こんなんじゃこの国はおかしくなっちゃうっていうすごいエネルギーあったんだと思いますよ。それはねもう我々の今の観念ではよくわからない、したがって鉄砲を撃った大砲を撃ったっていうのも本当かもしれないし、ただね私はこの、持政公を引退してね、明治32年まで生きるんですよ。あ、そうなんですね。長生きさ結構長生きされるんですね。で、そこから農学 お農の世界ですね、農の普及に相当貢献されてるんです。あ、そうなんですか。だから文化に文化面にもう移行して、割り切ってもう自分は政治の世界からは引くと、これから文化で社会に貢献しようっていうふうに考えられている。ということであれば、そこでもうきっぱりと藩主の座は譲ったというのが私は真実じゃないかなと思います。そうですね。で大砲撃って部下が撃ったら、家臣が撃ったらもうやってられないっていうんで、もともとの水戸に帰っちゃうんじゃないですかね。帰るところがなかったかもしれませんけれども、常識的には私はきっぱりと藩士の座はもう降りたというように思いますね。そうですね。なんかそっちの方がこう潔さっていうところもありますし、その後農の方にもね貢献されているっていうことですから、そちらの方に力を尽力されたっていう形もありそうですよね。写真も残ってるんですけどね。そうなんですか。本当に、
きっぱりさっぱりの感じの、うん、お顔をされてますよ。そうですか。じゃあすがすがしそうな感じの。そうです、そうです。うーん、なんか新たな歴史っていうところを感じますね。はい、ありがとうございます。はい、さて今日は幕末岡山藩藩主は最後の将軍徳川慶喜の弟と題してお話しいただきました。大森市長、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回の放送は11月14日木曜日のこの時間です。以上、岡山市長の大森ラジオのコーナーでした。